インジケーターはね、外したからって打って逆に負けちゃうんですよね。これはね、難品ありのね、分析じゃないから。難品ありの分析もできるんですけどね。勝つときはどんどん上昇していきます。下がってるときは大体負けちゃうですね。これ次の週なら分析されてきました。大魔法通貨国2つしかないですね。ユーロ GBP とユーロ JPY だけですね。25、17分。電波時計ですから正確です。こちらもね、20日ですね。来週の木曜日は休みになってるんで。アイアンドローですね。メールが届きました。試験投資ですね。ライブの先日の試験投資です。戦略方法は各地でね、稼げる方法を見つけて、プログラムするんですね、インジケーターで。で、勝率とかね、いうのを表示させるようにするってね。それじゃないと分かんないでしょ。なんとか際どいところを買ってくれるな。勝ってくれたですね。勝ちました。こちらの効果ですね。こういう確率ですね。